今回は黒なランゼとかいうブルーロック界の豊臣秀吉に対する読者の反応集を紹介します。君がどこまで登り詰めるか楽しみやで。ピオリンも参戦してトライアングル組んでくれ。猫目なのに中堅で好き、猫らしく裏切ってくれてもいいのよ。現状イサギとガチガチな薬効多すぎるから一人くらい完全な味方キャラでいてほしい。裏切りキャラは浄化されてブルドから追い出されるって裏切ってた人がなってたから。ドイツ編までほぼモブだったのに今や主人公とタッグ組んで表紙まで飾ってやがる。サポートアピして自分で決めれるチャンスが来たらアシストお疲れって煽るくらいしても許されそう。二次先行もリンをシアネガに次いで4位だからシュート精度も普通に高いだろな。今んとこ出番ほぼないけどユーアンダー2-0 戦で控えに選ばれてたキヨラとヒイラギも出番あるのかね。キヨラ同じドイツなのに全然喋らんからどんなキャラなのかわかんないのがね。二次選考でナギ、バロー、ちぎり、斬鉄のチームに最後に加わったやつという情報くらいしかない。ワンチャ今の試合で雪宮が結果出せなくてキヨラは雪宮につくとかって見解もなくはないよね。雪宮を純粋にサポートする、サポートと見せかけて利用する、雪宮以外国並、カイザー等につくとか出番作ろうと思えば作れそう。泥船じゃないですか。雪宮と幼馴染だったとか菩薩メンタルの持ち主、ブルーロック組でそれはありえないだろうけど、そもそも今の試合じゃ出番ないだろうし、脳が雪宮を次の試合では使わんだろう。イサギとクロナの利害関係式だからこのまま勝ち進んでほしい。名前なんか元ネタあるのかな、実在人物由来か何か。外国人っぽい響きだしな、元ネタある勢いなんか。いやランゼランゼ制圧、制圧とかシシュシシとか2回言うの好き。こいつブルロランキングも4位でシュート精度良いくせにスピードもパス精度もディフェンスも完璧なのやべえだろ。ゼロほどじゃないけど結構万能型だよね。こいつとイサギはラッパー適性かなり高いよな。ここ好き。イングランド戦中にレオが鬱陶しさに拍車かかってんなってクロナに言ってたけど、多分裏でも戦ってはないよね。二次選考突破した最後のチームでレオとクロナが同じチームだからどっかで戦ってたのは確実。正直名前以外実力が未知数だったやつが活躍するのは好き。青森のメッシとか石狩も活躍が見たい。石狩はイタリア戦出番あるかもね。何期に1話から出てるし、高校ナンバーワンだか身長ってそれだけで強いし、田中信玄も何期に最初からいるし、ゴリだしな。アフロ田中はいまいち活躍ないよね。シュート精度は高いんだろうけど、フィジカル強そうなガタイはしているし、仮に空中戦負けてたけど、石狩との空中戦押し合でもきついやろ。石狩多分2メートルはあるからな。クロナプロフィール全然更新されないからどんなキャラなのかわからんのが残念。なんとなく富山出身な感じするけど。ご視聴ありがとうございました。